ちゃんと来ましたわね。遅刻したらその分お肉がたくさん食べられましたのに。甘いぜ里子。この致命的なリーチの差でお前の肉は全ていただく。なんですって。そんなの絶対に許せませんわ。安心しろ、ピーマンやナスは譲ってやるからね。僕もかぼちゃを焼いたのをいっぱいいっぱい譲ってあげますです。かぼちゃ。監督に伝えとくよ、さとこはかぼちゃが大好きだって。監督のことだから全国からかぼちゃを集めてくれるね。よかったな、さとこ。朝昼晩と3食かぼちゃ三昧で。レナさん。待て、この展開